よろしくお願いします。経済産業省の吉田と申します。1978年生まれ、10月21日生まれの AB 型で、好きなものは、生き物と乗り物ということになっております。15歳の時に、ナットクラッカー症候群っていうやつですね。突然、血尿が出てちょっとびっくりしてですね、透析の導入してくる患者さんっていうのは、多分私と同じような感覚を持たれてたのかな。神戸市立医療センター中央市民病院の方で、ME センターですね。中央医療機器管理部門というところで業務を行っておりました。共同研究開発、4社ほどさせていただいておりまして、うち1件が製品化されております。経済産業省の医療福祉機器産業室というところで、業務を行っているわけですが、何ができるかではなくて、何をせなあかんのか、何がしたいのかっていうことが大事なんやですね。関西にはですね、ちょっとゴリゴリの非常に方々がいらっしゃってですね、全体として臨床工学技士がですね、医療機器開発にもっともっと距離が近くなるということを目指しております。